これはさらに行った場所ですね。これが、材木座海岸、和賀島、久里浜。それからずっと行って、これが南長崎ですね。そしてまたこの正面に富士山があった。富士山の格好と雲が素晴らしいですね。こういう風景は普段あまし見ることができませんね。そしてこれが全部伊豆半島ですね。伊豆半島の稜線も切れています。こちらにあるのが伊豆大島ですね。この正面が伊豆大島です。雲ちょっとかぶってるけどね。そしてこちらが自主丸なんですね。非常に作りにやってみます。